ちは。こんにちは。お願いします。しげちゃん、はい、よくいらっしゃいました。どうぞ。待ってたぜ。いやもう本当にやっとですね。やっとだな。ギャラ払えるようになったじゃん。ギャラじゃなかったんですよ。いや、ちょうど本当スケジュール的によう言うわ。まあ、引退して何年だっけ。今年のシーズン終了で丸4年だと。もう4年になる。丸4年。去年までやってたみたいな感じだった。そういうイメージありますね。あるだ。あります、あります。中日ファンとしてはもう中日ファンだ。そうか。出身は愛知です。愛知なの。はい、名電だ。え、はい、おしゃれてんだよ、この小さいからで。どの上武彦がお世話になりましたもんね。あ、お兄さんの方ね。お兄さんの代なんで。へぇー、はい、で、ずっともう緊張して汗かいてんの、こいつ。もう今日死んでもいいです。いや、それはね、本当にそれぐらいの、死んでもいいぐらい、ね、はい、もう本当に。でも心配してたのがさ、しげちゃんがこう、中日に入る時に、はい、中村剛と交換だった。あ、はいはい、まあ、FA で行って、はい、人的保障かなんか、ね、いや、違いますよ、あれは。あれは何なの。あれは、今だから言うっていう、うん、ことで言うと、まあ、裏工作みたいなね。あ、そういうことなんだ。いや、でも中日ファンとしたら、たけしファンも結構いたらしいんだよ。もちろん、もちろん。だから、どんなんだって言ったら、もうさっきニコニコしてたよ。いや、長く上でやってくれて。いや、本当に親みたいなこと言ってたよ。神的存在ですか。神的存在。いや、本当にありがとうございます。でも4年終わって、はい、まあ終わろうとするじゃない、はい、今年で。やっぱ血が騒ぐ、ユニフォームの。正直、うん、ないです。あ、全くないの。全くないです。なんで今ゴルフが一生懸命。まあそれもありますし、なんだろうな、なんか自分で本当になんかやり尽くした感がすごいんですよ。まあそりゃそうだな、はい、だって日本一だもんな、出たのが。そうなんですよ。まあまあそこはあるんですけど、でも本当になんかやり尽くした感の方がちょっとまだ残ってるんですよ。もう本当にこう終わった時は、やめた時は疲れたっていう感じか。え、そうでもなかった。そうでもなかったかな。正直月5試合ぐらいだったら出れるかなみたいな。そんなとおかんわ。まあでも監督だったらいいからな。まあプレイングマネージャーだったね。はい、まあプレイングマネージャーまでやって、ね、2年やりましたけど、疲れたろ。あれはあの2年間は正直疲れました。もうやつれたもん。マジで疲れました。はい、やることが多すぎて。あ、でもさ、今度ユニフォームを着るとしたら、はい、まあ、例えば監督でしか着ないのか、はい、コーチでも一回着ようかと思うのか、どうですか。やっぱ監督やった人ってさ、なかなかこうコーチってそうですね、できないような人も多いじゃない、はいはい、でもしてる人もいるよね、はい、それはどう感覚的に。コーチができないかっていうと、できなくはないと思います、うん、でも正直どうなのかな。まあ、誰が上に立ってるかっていうことも大きいよな。でも血は騒がないんだ、まだ。今現在はないです。でも将来的にはちょっともう一回着ようかなって思う。まあこれが例えばもしかしたら来月8月とか9月になったらなってどうなるかって。だからまあ今年に入ってもしかしたらそういう気持ちがいつか出てくるんじゃないかなっていう、なんか自分の中では持ちながら今生活してるんですけど、心の準備はしようとしてる。なんかね、まあ、やっぱりこのままその今の仕事だけっていうところでいいのかなっていうところもあるし、だからまあまだ僕まだ50前だし、まあもう一回ユニフォームっていうのはゼロじゃないっていうのは自分の中であるんで、だからでも現時点ではじゃあ早もん勝ちだな。ないんですよ。早もん勝ち。何がですか。声かけんのが地球が。いや、やっぱどこでもいいんですか。ああ、全然どこでもいいの。まあ別に今現時点ではそうですね、うん、でもここだったらコーチやってもいいけど、ここだったら監督しかやらないっていう。それはあるかもしれない。それはあるよな、ね、いや、それでさ、監督やった時にね、はい、指導があるじゃない、指導方法、はいはい、それは今のさ、野球見てると、はい、結構、まあ甘いっていうかさ、はい、難しいです、正直難しいです。何が難しかった、一番。理解してもらうことが。だから昔みたいに、じゃあこれね、言われたそこに対して自分たちで考えて物事を起こさなきゃいけないじゃないですか、うん、それができないんですよ、多分。いや、もう1言ったら10知るんじゃなくて、はい、10まで言わなきゃダメだってこと。そうなんです。根気がいるっていうものすごい言います。それは向こうが理解したら素直に聞く。ああ、まあドラゴンズの選手たちは聞いてくれてる選手がまあほぼ8割方いました、ね、はい。いや、昔はさ、殴られるとかさ、はい、してクソと思いながらやってたじゃん。そうですね。で、怒られて、まあ外されて、それに対して反抗心じゃないですけど、そういうので、っていうのはあったんですけど、今の子はすぐ拗ねたり拗ねされたり
うまく適されてそのまま這い上がろうとする選手が少ないんですよ。じゃあいつも手を差し伸べとかなきゃダメだっていうことか。そうですね、はい、それはどう思う。もうしょうがないから、まあ、これはね、しょうがないと思います。どこかでドライにならなきゃいけないと思う。やっぱプロですからあると思うんですよね。だからそこが僕はまだできない、できなかったというかね、うん、はい、なるほどね、はい、まあプレイヤーだったからな、まあ半分な近かったですからね、まあ、はい、それはもうプレイヤーやってて、はい、すぐ監督にさせられて指導するってのもなかなか難しいよな。難しいですね。由伸の気持ちなんかよくわかるでしょ、高橋由伸。まあわかりますね。すぐ監督やらされたっていうのは、はいはい、あとはまあ僕の性格もあるし由伸の性格もやっぱ違うじゃないですか、うん、違うんですけど僕よりもさらに人がいいじゃないですか。どうですかね、うん、僕よりもいや人がいいよ。良すぎるとこはあると思うんですよ、ね、お前人がいいのに、はい、人が悪そうな感じで振る舞う時あるよね。ああ、意識的にですね、うん、はい、そこら辺の使い分けはすごいと思うよ。すごいと思うけどそんな性格じゃなかったんだよ。もっと天真爛漫で明るくわーっと行く感じだったんだよ、ね、何やってんですか行きましょうよみたいな、そんな感じだったんだけど、だん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 なんかこう小さくなったというか、あ、まあ、そこら辺は排除していったというか、はいはいはい、でもね、そこは持ってます、自分でもまだまだあります。あります。だからそれを見えないところで出してます。いや監督やったらさ、馬鹿できないとかさ、はい、あ、それはもう絶対です。そうでしょ、はい、だからそういうところがすごく邪魔してて、はい、やっぱり谷繁っていう存在があってすごくこう憧れの目で見るやつもいる、たくさんいるだろうし、でもこっちがバカになってやるとさ、もっと選手がこう寄ってくるのになとか思った時があったんだ。はいはいはい、わかります。わかるでしょ。はい、わかります。辛かったろ。じゃあそうですね、だから自分壊さなきゃいけない。そうなんですよ。結構そういうとこありました。でもさ、中日行ったでしょ、はい、中日何年だっけ。結局14年です、選手として。横浜は13年です。どっちが気になる、正直言って。気になり方が違う。あ、そうです、そうです。気になり方が違います。両方気になるんですよ、まあ、気になるんですけど、気になり方というと、まあ、横浜で例えると、うん、一 OB として、うんうん、やっぱり今の現状、今、まあね、僕が正直出てから、うん、もう十何年経ちますけど、その現状を見て、情けないなっていう。OB から見て、うん、もっと、まあ、選手頑張れみたいな、うん、中日はドラゴンズはやっぱり一緒にやってたメンバーもいるし、うん、監督として見てた選手もいるから、それはちゃんとできるようになってんのかなとか、なんかもう責任だよね、まあ、責任と親心みたいな、 ですね、そんな感じだよな、まあ、見方が全然違うということだな。解説やってたらどうなの、どっちがどうなの。それは僕はあまり出さないように心がけてます。これブツ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 言いたくなるだろうな。いや、なります。でも常に、まあ、フラットなところで見るようにはしてます。なるほど、はい、なんか質問ある。いや質問ですか。いやそれはたくさん言ってる。いや言ってる、言えばいい。いや言っていいですか。いいよ。ぶっちゃけ、はい、ぶっちゃける。ぶっちゃけダメですか。いいよ。DeNA と、まあ、横浜とこの中日、はい、まあ、両方優勝経験されてますけど、うん、どっちが嫌すかったというか、なんかこう、あプレーしやすい、同じぐらいだったじゃないですか。それは横浜の方がいいしやすかったな。もちろん、もちろんというか横浜の方が、まあ、安かったというか、はい、やっぱり今日本ってまだ戸様というかね、はい、よそから来た人っていうのはやっぱりなんか違うんですよ、扱い方が。やっぱ助っ人感が大きいよね。なんかそれおまけに僕 FA で言ってるから、そうそうそう、余計になんかやらないとね、叩かれるとか言われるし、まあ、でもね、叩かれるとかその選手時代に、うん、そういうのはねドラゴンズで感じたことないんですよ。いや、そのヤジとかよ。はい、あんまり感じたことないです。そう、はい、もう、もうほとんどやじられたことないんですよ。やりやすいね。やりやすい、ね、まあ、成績も残してたから、まあ、すぐな、まあ、ある程度は残してたんで、だからで勝ってましたから。で、いきなり優勝だっけ。いえ、行った年が3位かな。3位に優勝なんですよ。でもその原動力となったからな。まあ一応ね、なっても、いやでもさ、FA の中でさ、はい、そんな成功者っていないじゃない。そうですね。だってさ、俺が思い浮かぶのは、はい、金本。そうですね、はい、はい、で、シゲ、はい、このぐらいしか俺あんまり思い浮かばないんで、うん、本当に力になったっていうかさ、優勝の力になったっていうのは、はいはい、金本なんか入って優勝したじゃない。そうですね、はい、で、ずっと黄金期を築いたわけじゃない、はい、よかったね、FA。まあ、僕もまだあと何年できるかなって思いながら行ったんですけど、まあなんだかんだ元気でしたからね、まだ30、31、2、
31かな。何年ぐらいできるんですか。そっからお前14年間やってるよ。すごい。さすがにでもね、14年できるとはまあ正直思ってなかった。いやでもお前は努力してた、うん、そうですね、うん、やっぱ執着心があるよな。コツ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 やる、はいはい、嫌じゃなかったんですか。いやだからそれがすごいよ、はい、いやもうずっと朝起きてウエイト場行って、はい、あんまり重いのもやんないんだよ。8割ぐらいだよ。そうですね、ゲームがあるときは。いや、こう、まめにって全身鍛えてるんだよ、うん、大丈夫かって言ったら、いや、これ何のためやってんだって言ったら怪我しないためだ。やっぱキャッチャーってさ、重労働だから、うん、そうですね、昔はやっぱ当たられたり、ね、しましたし、体鍛えとかないと、そんな大きくないから負けるじゃないですか、うん、だから負けたくなかったんですよね、あと。お前は負けず嫌いだな。負けず嫌い、執着心やろ。ここら辺はすごいよ。もう入ってきた時のイメージが俺はあるから、うん、パンパンで何の自覚もなく。高卒ですもんね、高卒のね。いや、お前なんかやってきたのって言うから。いやいや、やってませんって、はい、いやいや、ほっからさ、あれはね、ほんとね、もうプロ野球に入ったっていうね、満足感な、もう満足感ですよ。一応ドラフト1位で入ったじゃないですか。もうその、浮かれてましたよ。そうだ、正直、はい。いや、パンパンな顔してた、伊藤さん、よろしくお願いしますできたんだけど、そっからさ、もう終わる頃考えたら、この成長度ってすごいよな。さあ、そうですね、成長できましたね。いや、すごかったと思うな。やっぱプロ野球選手でもなかなかいないタイプだよ。だって、あの時、まあ、1月に寮入ったじゃないですか。そうそうそう。もう練習のことより遊ぶことしか考えてなかったです。そうだよな。何をして遊ぼう。でも、いや最初からもう一軍のベンチにいたからさ、はい、まあ、たまに使ってもらったりとかしてて、はい、やってることが悪さばっかりやってんだよ、はい、車買ってくれるとか、まあ、なんかありましたよね、前、ね、話して、うん、車ちょっと買いたいんだけどとか言って、じゃあ名義を車屋さんにしてみたいな、ね、はい、最初のね、中古で、そうそうそう、LEZ を買ったんですよ、で、電子の場所に売ってた、そう、現場に行ったんですよね、後で。いや、だから俺がね、絶対現場行くなよって、犯人は現場に現れるって言うからって。で、行ってるんで行ったんすよね。そしたら警察に怪人電車照らされた。見ろかとか言ってた。違います、違いますって。本当かって言ったら、いえ、僕のことですって。もうそっからの成長度ってすごいよ。そっから監督になると誰も思わないからね。そうですね。でも、そういうやんちゃなやつじゃないと、やっぱりやっていけないよな、プロ野球って。多少じめだけじゃ。多少やんちゃじゃないとね。そうだな。やんちゃすぎるとダメですけどね。そうだな。